今日はですね、ホリゾンタルの練習をしていきたいと思います。いつもとアングル違うのはこっちの方が練習しやすいなって、ホリの場合はね、やりやすいので、ホリゾンタルの時はこっちから撮ります。めちゃめちゃ散らかってんだけど、まあいいや。はい、やっていきます。こんな感じですね。最近ですね、僕ホリゾンタルにサービーランスを使ってるんですよ。まだね、全然成功率は高くはないんですけど、けどね、結構そのできる確率は前より全然上がったなと思いますね。まだね、こうやってちょっと縦になってきちゃったりとか、単純にね失敗することが多々あるので、斜め45度がやっぱ一番イージーですね。キャッチミス。ちょっと掘りができるようになってきたのは本当楽しいですね。ずっとやりたかったトリックジャンルなんで、もっとね、もっと水平にしていきたいなと。よいしょ。もっと水平にやって、キャッチもね、安定して綺麗にできるように。ああ、そうなんですよ。キャッチがちょっとむずいんですよね、ホリゾンタルって。技よりもね、キャッチで苦戦してたんですよね。あとはね、ホリゾンタルのイーライホップもね、覚えていきたいですね。あと1回で成功させます。そしたら終わろう。降りたいと思います。